達人の話をします。嫌なやついたら逃げろよ。で、逃げれる範囲内にいるけど、会社の上司なんですよ。逃げれないんですよ。で、俺たちね、楽しいゲームやってんの。で、このことを覚えておくといいよ。嫌なやつって言わないの、俺たち。俺たちって人を褒めるゲームやってんの。だ、そのゲームの中で褒めようと思うんだけど、褒めようがないのがいるの。一部の隙もないの。そういうのをね、達人って呼ぶの。とね、いや、うちの会社に達人がいてさ、いや、一部の隙もないんだよとか。そうするとね、嫌なやつがいてって言う報告してる時ってね、言いながら嫌な顔になってるの。ところがね、達人がいてって言うとね、面白い。おい、お前んとこの会社の達人最近何してるとかって、ね、いや、達人最近こうですよとかって、ね、もうその時はね、笑い話で、今度その達人が何やるかもう楽しくてよかな、じーっと、ね、今日はこういうことしてましたよとかね。だからちょこっと見方変えるかね、言葉変えるとね、笑えるので、そいつがおかしくてしょうがなくてね、で、今日は何するんだろうとか、でみんなでそのうち達人会議みたいのを開いて、うちの会社の達人はこうですよとかさ、そうすると笑えるじゃない、ね、逃げるものは逃げる、怒るときは怒る、ね、逃げられないときはちょっと転化する、そうやって人生生きていかないとうまくいかないよ。いか、新幹線がまっすぐ走ってきてここにいたら当たって死ぬよ。だけどちょっとずれて1メーターもずれたら風邪しか来ないんだよ、ね、たったそれだけなんだよ。まともにぶつかっちゃダメだよって、コロッコロッとやっつけないとダメだよってね、俺みたくなんか変わったこと言うときは、変わってますからとか、少数意見ですからとか、いい、最初から言ってりゃいいの、ね、で、できるだけ揉め事を起こさない。で、それでも突っかかってくるやつがいたらひどい目に遭わせる。